武田さん2人と歌ってみて、教え子と歌ってるみたいそう見えましたね。なんか200人以上教え子いるんだけど、次々浮かぶね。その中で思い出の生徒がいるんですか、金八シリーズ。めっちゃ聞きたいわ、こんなん。やっぱり第1回目の時に嫌われ者の学級委員役をやった子がいたのよ。はいはい。でその子はすっごく真面目な子で、一生懸命嫌われる学級委員やってたん、はい、でその子に向かって、あ、ごめん、別れの言葉が、はい、あなたは努力家でしたっていう、はい、で私はあなたの一番いいところを知っていますっていう、はい、いうことを伝えたのよ、はい、とその子は震えて泣き始めてさ、ごめんな、涙出てきちゃった。思い出して、うん、はい、でなんかそいつが先生の言葉、一生の宝にしますって言った時に、なんかよかったなと思ってさ、なんかそんな思いしないとな、きついもん芸能界な、うん、その時思ったのは、はい、やっぱりそのね、芸能界センターばっかじゃないから、うん、君たちにそういうことを言うのもなんだけど、うん、センターばっかじゃないから、真ん中に立つのだけが世界じゃないから、うん、端っこだって芸能界だから。めっちゃ泣いてる、みんな。なんかめっちゃわかる。今日卒業式とかじゃないから、なんかめっちゃ泣いてるけど。大丈夫あんた、悪かったな、巻き込んで。でなんかどうだった、聞いてて。感動しました。何何何何、お前ら金八先生出てた。